戦争を止めよう。その4番目です。 平和外交。戦争の準備ではなく平和外交。だんだん日本は戦争のできる国から戦争する国へ移行しているんじゃないか。5年間で43兆円の防衛予算、軍需産業強化法という法律も去年成立をしました。経営的に困難な軍需産業をなんと国有化できるというものです。軍備、軍事国家、そして死の承認国家として、えまさに武器をる。 輸出するそんなのの本当にに戦争への道だと思いまますす平和外交大事です社民党は2月訪中をしました日本の国民と中国の国民は絶対に戦争してはならない。そのことを言いに行きました。あらゆるところでいろんな国とまさに平和外交し、アジアの国々とも力を合わせて平和の構築、それをしっかりやっていきましょう。やっていきます。